はい、どうもです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。はい、今日はですね、はい、こちらまあヨッシーのアカウントなんですけど、まあまたタイトルにもある通り、バルジートさんの神リップを紹介したいと思います。もう本当に自分もまあ見たんですけど、やっぱりもう何がすごいのかっていうのはもうまず見てそれを体感してもらうことの方が大事ですね。もう自分がこれ言ったとしても全然説得力がないので、はい、まずはい見せていきたいと思います。はい、まずこの方ですね。はい、76位でフィニッシュしてて、21位、そうですね、マルチでは21位でフィニッシュしてる猛者ですね。はい、もう普通に考えて、もうこれ、はい、相手これゴブジャイレイジなんですけど、まあ強いですね、本当に。相手も相手でなかなか、なんて言うでしょう、こう、まあ自らやっぱり隙を作ってくれないので、まあ何かしらこう、まあ、バルジータさん自身がまあ仕掛けない限りはまあおそらく無理なんじゃないかなと思います。はい、相手これスパーキーあるんですけど、こっちが先にこれエリゴレ展開してもやっぱりスパーキー合わせられちゃうだけなので、まあそこをどういう風に崩すかっていうのがまあ見れると思います。はい、もうポンプを置いたんですけど、相手はこれ端前に攻めてこなかったですね。まあ、おそらくこれカウンターされるのが、まあ嫌だから、まあこんな感じで後ろから展開したと思います。まあ仮にこれゴブジャイミニペイで形組んで、まあカウンター食らったとしても、まあスパーキーで回収できるだろうと、といった算段ですかね、はい。まあそうですね、はい。まあこんな感じで基本的にやっぱりこう、こっちから形組んでもスパーキーでやっぱり回収されてしまうので、まあそこがちょっとそうですね、まあ自分もこのデッキ使ってるんですけど、まあ難しいところですよね。はい、問題はここですよね。はい、ここで相手がもうこれゴブジャイスパーキーの形を組んできてるので、ここをどうするかですよね。これ相手まず、おそらくコウモリ読みですね、これ。マザネック出してきたっていうことは、おそらく何かしらその細かい系を、まあ、読んだ、まあ、プレイなのかなといった感じになります。まあ、なんですけど、このカウンターうまかったですね、本当に。いやー、これはちょっと自分では真似できないですね、もう。いや、本当に なんでこれで勝つのっていう感じですね、本当に。はい、やっぱりこのカウンターがめちゃくちゃうまいですね。はい、じゃあ次見ていきましょう。はい、また来ました。まあ、モチっていう方なんですけど、はい、まあ、TikTok も配信していて、まあ、かなりまあ、うまいプレイヤーですね。はい、今回相手もおそらく前回と同じですかね。確か、ディガーウォールブレイカーだった気がします。はい、まあ相手もちゃんと、まあ、防衛からですね。まあそうですね、このマッチアップに関してはやっぱりこう相手ポイズンもあるし、まあ、マザネックもあるし、まあ普通に形組んだだけではこれ通らないんですけど、この状況でも普通にやっぱり結構序盤から形組んでいってるので、でも本当にこう、まあ、不思議ですよね。しかもこれ通ってるんですね、本当に。やっぱなんかそこがやっぱこう見ていて、まあすごい不思議でしたね。相手もうまいですね。おそらくこれまた細かい系を読んだマザネクだと思います。
はい、もうこれでもう両サイド形組んで、はい、で相手も諦めたといった感じですね。もう本当にもうこれ、なんかもう意味が分かんないですね本当に。はい、まあこれで新加助も入って、まあ、キングを打ったといった感じなんですけど、もう本当にちょっとこれ真似しろって言われてもできないですね。もう相手が上手かったらもうこれあのもうもてあそばれてもう終わってしまうマッチアップなんですけど、まあ、そんな相手に対してもまあしっかりとあのまあキングを打ってってますね。はい、次はこちら、まあ、また、はい、このネイさんって方ですね。はい、まあめちゃくちゃうまいです。はい、相手これアチャクイロイホグではないんですけど、まあ、クエイクロイホグですね。まあ、ボンバーも入っていて、まあ、現環境にまあ合わせた、まあ、デッキなのかなといった感じですね。まあ、相手これクエイクが最初手札になかったので、はい、これ、まあ、後からこれクエイク打ったことになるんですけど、まあただやっぱりこうクエイク持ってる以上はもう次からそんな簡単にこれポンプ置けないですよね。もう置いてもただただアドバンテージ取られるだけなので、まあこっからはまあそうですね、もう相手がよっぽどこうクエイク打たない限りは、まあ自らポンプ置くことはまあおそらくないと思います。まあ自分のレート台だったらもうこのチャンピオンの枠はもう間違いなくこれアーチャークイーンなんですけど、まあこういう、まあ、デッキの編成もあるんだなといった感じですね。はい、これスキル間に合って、これすごいですね。もう、しかもこっからさらにまた追い打ちかけていって、相手のもうエレクサーがないっていうのをもう分かった上でこれやってますよね。いやー、ちょっと自分にはなかなかできないですねこれ。もうやっぱりこうユニット追加するってことはもうそれなりにこう守られた時のやっぱりリスクも伴うので、もうよっぽどこれ分かってないとさっきのあのコウモリ追加はできないです。あれコウモリ追加してなかったらおそらく相手もこれ守れてたんじゃないのかなと思うんですけど、やっぱさすがですね本当に。はい、ここでしっかりカウンターの形組んでいって、おそらくこれまた角出しエリゴレですかね。そうですね、はい、いやー、ただ相手もこれすごいですね。めちゃくちゃ守りますね。いやー、これはすごいですね。もうしかもこれもうタワー降り切ってるので、いやー、ちょっとこれはそうですね、もう なんで通るんだろうっていうのがまずもう第一感想ですね。はい、やっぱりこうある程度の立ち回りはわかるんですけど、まあなかなかそうですね、もうそれをまあさっきの、まあ、リプレイを見てそれをこう自分のプレイにまあコピーして自分のものにするっていうのは本当にまあなかなか難しいので、やっぱりそうですね、本当にこれもう何回も言うんですけど、まあ、なかなかやっぱ真似できないなと思います。やっぱ攻めるタイミングにしてもそうなんですけど、最後のあのユニット追加ですね、やっぱりそこのタイミングがもう絶妙ですよね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、ああいった相手に対しても本当にこうタワーをしっかり追っていって、でそれでやっぱりなおかつ勝ってるので、まあ、本当にすごいですね。はい、はい、今日の動画は以上になります。またそうですね、またバルジートさんの、まあ、神リップ紹介したいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。